平野紫仕様が再びグループ脱退三度目の正直は訪れるのかキンプリハンフン必見の衝撃ニュース。11月4日、キングプリンスへの平野仕様、岸ユータ、神宮寺ユータがグループから脱退し、ジャニーズ事務所も退場することが発表されました。発表によると、平野、 騎士、神宮寺の3人は、デビュー日前日となる2023年5月22日をもってキングプリンスを脱退します。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所を退所し、夏に主演映画の公開を控える騎士は、2023年秋に退所する予定です。キングプリンスを長瀬角と高橋山の2人で活動を継続していくことになります。公式発表。 では海外進出などをめぐってメンバー同士で方向性の違いが大きくなったことから今回の判断に至ったとしています。多くのメディアもこれに追随していますが、実際の事情は単純なものではありません。創業者の子ジャニー北川氏の寵愛を受けた平野は、ジャニー氏年間の海外進出をグループで果たすことを最優先事項と考えていましたが、 藤島ジュリー恵子社長がお気に入りの長瀬は、ジュリー社長の意向に従って俳優業など国内での活動を優先しました。言い換えれば、グループ内でジャニー派とジュリー派が生まれ、長瀬に近い考えを持つ高橋もグループに残ることになったのです。平野はジャニーズ JR 時代。 キンプリのデビューをめぐってジャニー氏に直談判したエピソードも知られていますが、脱退を決める前には活動の方向性についてジュリー社長にも直談判しようとしたものの、ジュリー社長にスルーされ続けたとも言われています。そのため、平野は周囲に社長は許せない。と主張しているそうですが結果的にメンバー間の方向性の 違いという形で表現されましたが実際には平野と事務所の間に埋めることのできない溝が生じたことが根本的な問題だったようです。芸能記者、滝沢秀明氏の突然の他人発表に続いたこのキングプリンスへの分裂劇は世間に衝撃を与え、ファンの間には悲しみが広がりました。 しかし、最新シングル、月読み、彩りは11月8日付のオリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得しました。発売初日、店着費の売り上げは60.8万枚で、自己最高初週売り上げとなるデビューシングル、シンデレラガールの57.7万枚を上回りました。5人での新作はもう出ないのではという不安の声が広がりました。 シンデレラガールについてもミリオン到達を目指すためティアラが再び購入をする動きも見られました。スマップ解散報道の際に世界に一つだけの花の売り上げが急増したように似たような展開が起こったのです。キンプリはデビューした2018年から昨年まで4年連続で NHK 紅白歌合戦に出場していましたが5人での 紅白、出場は今年が最後のチャンスとなります。しかし、スマップのように出場自体となるのではとの憶測も出ています。紅白側はぜひ金プリを出場させたいと考えるでしょうがジャニーズ事務所の判断が注目されています。どうジャニーズ退場後の平野ら3人の脱退メンバーがどのような道を進むのか注目されています。 実際、平野については、韓国の事務所から再デビューを図るのではとの憶測も広がっています。しかし、平野の母は、週刊文春、文芸春秋の取材に対し、本人は歌や踊りが好きなので、今後も何かしら表舞台には立つと思う、と語っています。3度目の正直があれば、今度こそ自分が目指す道を最後まで歩むことを祈りたいと思います。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。